山田正夫は日本の都市計画家、土木技術者。1930年代から1970年代の30年以上に、渡り、東京都の道路計画の策定などに携わった。戦後の首都高速道路、東京外環自動車道の立案、設計に積極的に関与し、一時は山田天皇と呼ばれるほどの建成を誇った。東京都建設局長、 東京都首都整備局長、首都高速道路交談理事長などを歴任。今日の東京の自動車、専用道路網構築の立役者ともいえ、東京都市計画市場では、石川栄養に次いで重要な人物とみなされている。1937年、東京帝国大学工学部土木工学科を卒業。4月から内務省都市計画東京地方委員会に勤務。当時の上司は、 石川栄養。当時、山田は将来、東京の交通の主役は、鉄道から自動車へと移行し、その結果、都市内交通は、爆発、道路は、麻痺状態に陥ると予測していた。1938年、東京高速度道路網計画案に策定に参画。東京高速度道路網計画において、 山田は4環状7放射の高速道路網を提唱。その内側の3環状線は今日の内環状線、中央環状線、外角環状線と極めて似たルートをたどっており、また外側の環状線は今日の国道16号とよく似たルートを通っている。東京高速度道路網計画では高速道路は高架にし、その下に事務所や倉庫、店舗を置くことを構想しているが、 これは後に東京高速道路株式会社線の計画へとつながっていく。1939年には都市計画大阪地方委員会に勤務。1940年内務省に国土局が発足し1941年から同省計画課に所属。1947年に起きた飯田大火では市の復興計画に関与した。1950年には 神奈川県都市計画課長を務め、箱根山戦争を裁くことになる。1955年12月、東京都建設局都市計画部長に就任。1950年代を通して、首都高速道路の設計基準の策定及び、交通計画の策定と都市計画の決定に尽力した。理想論を押し通し、最後は不遇のまま去った上司の石川栄養に学び、 道路建設においては現実主義を通した。1958年首都高速道路計画が議決され、1959年には1964年のオリンピックが東京で開催されることが決定。選手が到着する羽田空港からオリンピック会場の代々木までに至る1号線及び4号線を最優先で建設することになったが、この建設を主導した。 なお山田は開古録にて、4車線の高速道路を建設したことについて、もともと潜災復興の都市計画で街路を広げようとしたが、シャウプ勧告により都市計画道路の復員を40メートル復員まで削減させられたため3車線の道路は乗せられなかった。当時の大倉省は4車線ですら料金で召喚できないとして反対していた、都市高速道路はランプが近接して、 交通の折り込みが発生するので、交通の率が落ちるため、6車線にしても能力は2分の3倍にはならないので、別ルートを作った方がマシ。という趣旨の言及をしている。また1957年の都市計画審議会では、初めて外環自動車道の建設の必要性に触れ、これが1964年の外環の都市、計画決定の先駆となった。この功績により同年に、 日本都市計画学会石川賞を受賞。1967年には新宿駅西口広場の計画で坂倉純造と受賞した。1961年首都高速道路公団副理事に就任。1971年首都高速道路公団理事長として退任した。市の没後、所蔵していた蔵書、資料等は公益財団法人東京都都市。 作り校舎町づくり支援センターにて山田文庫として保管されている。首都高速道路と東京オリンピックについては下記のエピソードが語られることがある。オリンピック開催まで期間はわずか5年。羽田空港から代々木までの限られた路線とはいえ、その間にビルがひしめく東京で用地を買収して道路を作ることなどできるはずもない。これは大パニックになる。 その時だった。悩む大崎たちのもとに一人の男が現れた。都市計画部長の山田正夫。とんでもないアイデアを出した。空中作戦はどうか、今までにある道路の上や街中を流れる河川に沿って、その上に高架橋の道路を作れば、用地買収の手間が一気に省ける。5年間の短い期間でも渋滞が解消できるという前代未聞の作戦だった。 しかし、山田自身は、オリンピックのために道路を作るとかそんなことは夢にも考えておりません。この際年度を1年繰り上げるということはあり得るけれども、それはオリンピックのためではなく、当然の事業であると考えてやっております。と語っている。また、山田の部下だった鈴木慎太郎、元東京都議官は、たまたまオリンピックが決定したので、初めから、 オリンピックのためであるとは絶対なかったと言えると語っている。実際に路線の経過地の選定にあたっては市街地の土地利用を考慮し原則として家屋の密集地を避け、努めてフリー用地、地水で水上支障のない河川または運河を使用すると決定されたのは1957年7月に建設省が東京都市計画都市高速道路に関する 基本方針において定められたものであるし、現在のルートの原型は、九百五十七年十一月に、東京都都市計画高速道路調査特別委員会が、首都高速道路網計画として策定している。また、九百五十九年二月には、日本道路公団が、首都高速道路二号線等の一部である西とごし、潮止め間を、一般有料道路東京都市高速道路として、 工事着手している。これらはいずれも1959年5月26日の東京オリンピック開催決定より以前の出来事である。なお、山田の下記の著書には空中作戦という言葉は出てこない。空中作戦について触れている図書としては、東京の都市計画家、高山栄華東秀樹と首都高速の謎清水草一があるが、 いずれも蒸気プロジェクト X 放送の後の観光である。ありがとうございます。